ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。5月13日水曜日の全国の天気をお伝えします。西日本は高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。気温は25度前後、初夏の陽気です。関東も晴れて気温がぐっと上がります。東京29度予想ですね。7月上旬並みの体感です。熱中症対策しっかりと行いましょう。また北日本ですが、東北北部や北海道では雨の降りやすい一日です。今日や雷雨に注意が必要です。また東北南部ですとか北陸方面も日差しが届いていても天気の急変にご注意ください。また関東北部でも急にざっと雨が降る可能性がありますので、空の変化には要注意です。また沖縄ですが、本島は日差しが届いて梅雨の中休みになりそうです。先島諸島は雲が多く、すっきりしない空が続いていきます。雨にご注意ください。以上、全国の水曜日の天気をお伝えしました。